自然災害は毎年のように全国各地で発生しています。会津若松市には住民の命を守るために地区の防災をリードする公民館がありました。山や川に囲まれるこちらの地区、土砂災害や川の氾濫に備えて地域の皆さんが防災に取り組んでいます。市の南部に位置する大戸町、土砂崩れや川の氾濫による災害の危険性が高いとして多くの場所が土砂災害警戒区域に指定されています。今までだとこの堤防、はい、1メーター下ぐらいまでしかって水が来なかったと。今までの台風でもいくら水が出ても、うん、それが元年の19号台風でこの堤防のこの道路まで水が上がったと。大戸町の地区会長を務める羽賀修司さん。令和元年の東日本台風では自宅近くを流れる阿賀川の水が堤防を越えて押し寄せました。ここまで出るのかと。今まで100年に一度の台風とか、それが毎年毎年ある全国でありますので、100年に一度じゃなくてここも来ると。激甚化する自然災害にどう向き合うべきか、住民が動き出しました。大戸町の防災マップというものを令和4年とに作らせていただきました、はい、こちらになります。こちらが防災マップなんですね、はいはい、自分たちの足でそれぞれ危険箇所ですとか、あと有益な施設等を発見しながら進めていった、うん、見通しが悪いといった実際に現地を見たポイントや過去の災害の経験を踏まえた危険箇所マップ作りを主導したのが、地域課題解決に寄り添う公民館をキャッチフレーズに活動する大戸公民館です。地区の防災をリードする活動が評価され、優良公民館として国の表彰も受けました。公民館の森沢館長は隣町に住む鈴木防災士と協力し、大戸町の14地区すべてを住民と歩き、防災上の課題を洗い直しました。こちらの、大戸町につきましてもやはり、実際にその水害でなくても地震のために集落それぞれがこう孤立してくる可能性というのは高いということもやはり今回の能登の方でちょっと学びましたので、まあ、そういったところも合わせて備えをもう少しこう進めていただけるような形でお話ししていければいいのかなと思っております。マップは大戸町のおよそ600世帯にすべて配布。羽賀さんも地区を歩き水害の危険性を再確認しました。これが大戸町のマニュアルです。はっきり言って防災は住民が参加しなければ防災は成り立っていきませんので、住民、防災士、公民館それぞれが自分の役割で防災に関わることが地域としての防災力の強化につながります。こちらが大戸町の皆さんが独自に作った防災マップです。一つの地区ごとに分かれていて、まずは見やすいというのが特徴です。土砂災害、水害以外にもこちらに見通し悪いと書いてあるんですが、住民の皆さんが自らの足や目で見た危険な場所が載っていたり、過去の災害なども載っています。住んでいる場所のリスクを住民全員で共有しているのが他の地域でも参考になるのではと感じました。なるべくシンプルに書こうというね、そういう気持ちが感じられますよね、はい、で住民が参加しなければ防災は成り立たないと、この言葉非常に印象的だったんですけれども、松尾さんどんな受け止めでしょうか。
このね、私たち防災大百科でもずっと言い続けていることは、はい、やっぱ災害というのはね、私たち暮らすこの地域で発生するんですよ。だからね、いざとなったらやっぱり命を守るためには家族であり、あるいは自分自身であるということですよね、はい、だからまあこれは地域に、この地域に暮らす私たちが、まあ、生き延びるためのね、備えとか行動というのをあらかじめきちんと理解しておくということが重要ですよね。でそういう意味ではこの大戸町の芳賀さんらの取り組みは正しいことをやってますし、まあ、これを広げていくことが重要ですし、まあ、室井市長がリーダーですからね、私は確実に広げていただけるんじゃないかというふうに思ってます、はい、では松尾さん、今日の防災100件をお願いいたします、はい。まあ、ずっと言ってきたことなんですが、やっぱり能登半島を含めてね、これ対岸で起こったこと、この大火を、まあ、大きなことをですね、見過ごさず、まあ、自分自身を守る、地域を守る、我が家を守るということを考えていただければというふうに思います。今日も福テレ防災アドバイザーの松尾一郎さんでした。松尾さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。